サポートを受けつつ、それでは今週のお灸を据えるべき報道、はい、メニューはこちらでございます。まずサンデーモーニング、菅内閣イチャモン発言集、すごいよ、おなじみの顔ぶれの皆さんなんですかね、はい、それから自民党総裁選で推し面変更報道クエスチョンマークついてますが、はい、さらに NHK 自民党総裁選に赤信号、どういう内容なんでしょうか。最後は、おなじみのこの方、ゴッチこと、はい、後藤健二さん後藤健二さんのコーナーがざわついてる件と、以上となっております。突然の安倍総理すっごいゴッチになってしまって俺が命名したんだけど、安倍総理の辞任カールゴッチじゃないですからね、はい、ジャーマンスープレックスとかやらないですからねこのゴッチはねその方は神様ですからね、はいはい、そして自民党総裁選を経て菅義偉内閣の発足、政界は大きく動きましたが、はい、地上波はどうやら安定の変更報道だったようですね、詳細を見て、参ります前に常連さんとケントさんにはいつもの3段階で評価していただきます、視聴者の皆さんにもご参加いただきますのでね、はい、DHC テレビ公式サイトの虎ノ門ニュースのアンケート欄に随時勝つかやや勝つか逆にあっぱれ、はい、3つのボタンを用意させていただいております、はい、とんでもない変更報道、情報操作がひどすぎると感じた場合は勝つ、はい、これはちょっと、まあ、問題じゃないのと感じられた場合はやや勝つ、もうひどすぎて潔さすら感じられた場合は逆にやっぱりと、もう現時点で勝つが 95% です視聴者は変更してないよ俺大丈夫なんだ、振るってご参加いただければと思いますが、はい、ではまず最初の案件から見てまいりましょう、はい、おなじみ TBS のサンデーモーニングですけれども、うん、9月20日日曜日放送回の検証報告です、うん、菅新内閣の顔ぶれをご覧になった皆さんがこうコメントされています。法政大学総長の田中裕子さん、菅首相が法政大学出身であることに触れて誇りの持てる首相になっていただきたいと思います、でも女性がちょっと少なすぎますね、閣僚に6人は欲しかった、うんうん、2人ですよね、はあはあはい、でこれを受けて寺島実郎さん評論家の、安倍政権の継承ということはね、安倍政権っていうのは我々が驚くような国家資本主義で中央銀行まで動員してですね、金融主導で経済を浮上させようってことで公的資金突っ込んで株上げるみたいなね、国が正面から出てくるような国家資本主義みたいな政権だったと、やがて歴史が総括しますよ、こうおっしゃってます。あーはい、寺島、はい、寺島常連さんからさすがに勝つが出ましたが、この人はあれですか、経済分かってる人なの？いや分かってないと思いますね、というか、はい、経済的なですねショックが発生した時に、はい、中央銀行が何もするなという説をこの人は唱えてるんですかね、なるほど、もう新自由主義とかもう通り越してですね、自由放任主義ですね、はいはい、18世紀に滅びたと思ってたんですけど、はいはい、まだ生きてたんですねこんな亡霊が、はい、恐ろしいですね危ないですね、中央銀行は何のために存在するか寺島さんはご存じないんだと思うんですよ、はいね、中央銀行は何のために存在するかというと、これはねアメリカの FRB の設置法にちゃんと書いてありますよ、はいはいはいね、物価の安定と雇用の最大化、はいはいね、で、FRB のパウエル議長はどのように述べているかというと、物価は十分に安定していると、はい、それは理由は簡単で、はい、なかなかインフレにならないからと、はいね、インフレが行き過ぎちゃったら困るからというのがもともと中央銀行設置理由ですから、はい、インフレ行き過ぎたりしないと、はいね、で今むしろデフレの危険があって、ね、でかつ雇用が全く安定してないでしょ、で、まあ、インフレ率と雇用には、ね、強い相関関係があって、インフレ率が下がってくると失業率が上がってくるんですよ、逆相関の関係ね、はいはい、失業が増える、インフレが上がると失業が減る、はい、インフレ率が下がると失業が増えるという関係があるんですよね、はい、なので中央銀行というのは雇用の最大化、まあ、これが実は一番大きいんですけど、まあ、物価の安定と雇用の最大化っていう2つの役割を持っていると、でこの役割を果たすために経済ショックが起こった時、ね、失業が増えてる時なんだから、むしろインフレを起こさなきゃいけないじゃないですか、金するしかないじゃないですか、で金するってことは何するかというと、まあ、僕みたいなねアバンギャルドな日銀総裁だったら、ね、その辺にお金積み上げてどうぞ持ってってくださいって言って40リットル入りポリ袋用意するんですけど、普通はそんなアバンギャルドなことしないで、ね、市場で金融商品を買って金融調節をするわけですよ、でその金融調節の対象として、ね、国債、ね、株、ETF ですよ、株つまり ETF ですからね、議決権とかないのよ、 ETF 買ったことねえだろ寺島みたいな話、ETF とかあとはリート指数ね、不動産直接買ってない、指数買ってるわけですから、そうですね、でそういう金融調節の対象としていくつかの金融商品にお金が入るわけですよ、だから何と、やってること正しいじゃん、
ね、中央銀行の役割を果たしているだけなのに、それをね、はいはい、中央銀行まで動員して、金融主導で経済を浮上させる。お前何イチャモンつけてんだと。それがね、なくなったらすごい不安定なんですよ。いや、本当ですよ。はい。だから混乱を起こして、経済危機を起こしてですね、再び日本をね、孤立の道を歩ませようとしてるのか。寺島さんの発言に俺は軍歌の音が聞こえてきました。今度は戦争したい人です、はいはい、戦争への道です、寺島さん、はいはい、危険ですね、危険ですもん、はい、危険ですね、はい、ということで、はい、いきなりダブルカツ揃い踏みになってしまいました、はい、とんでもないこと言ってます。出す場所じゃなかったもんね。でもあんまりひどすぎるからね、はい、ちなみに内容によってはですね、お二方あの怒り剣と怒り情念という札もありますから、4つ目の札もありますんで、はい、ここ油断できませんからね、怒りカツ、はい、ダブルカツに加えて、はい、ダブル怒り、はい、はい、でも台本上ここでこれを出すことになってなかったもんね。でもあんまりにもひどいからね、あまりにもひどいですよこいつ。そうでした、はい、はい、どんどん参りましょう、はい、やはり同じくサンデーモーニングなんですが、1週間前9月13日日曜日の放送会検証報告でございます。自民党総裁選、菅氏の優位を伝えた後のスタジオでこういうやり取りがありました、青木治さんの発言、まあ第3次安倍政権、あるいは安倍さんなき安倍政権、あるいは安倍政権のエンジンだけが走り出すみたいな感じですよね。中略、保身と打算っていうかね、政策も何もない。学校で道徳を教えられる学校の先生はね、嘘はいけませんよとか、エコひいきはいけませんよとか言われた時にどうするんですかね。なんか教えられない気が僕はするんですけど、これでいいのかなっていう感じはしますよね。はい、さらに毎日新聞編集、論説委員の本村由紀子さんの、発言ですね。ときめきを感じない総裁選というのが第一印象です。官房長官人事のことが早くも取り沙汰されていますが、例えば森山博さんであれば、菅氏の腹心、とても信頼できると言われていますが、おじいちゃん内閣になってしまいますよね。それから梶山博さんであれば経済偏重内閣、うん、いずれにしてもなんかその無風を全員でこう予定調和で決めているような、そこに本当の民主主義とかきちんとした意見を聞く内閣の姿勢というのはあるのかなと思いますとおっしゃってます。何言ってるか分かりません。僕ねダメ、これ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 全然わかんないですよね。それね、特に青木さんが言ってることはさっぱりわかんないですよ。何のこと言ってるの、どこ、何の嘘なの。いや僕はね、あの弱者の味方なんで、はい、あの青木さんってのはこの中でほら派遣の立場にいるわけじゃないですか。はいはいでしょ、はい、外注業者なわけですよ、でさ、もう青木こんなさ、わけわかんないコメントしてると、はい、お前使ってもらえなくなるぞ、はい、ただでさえ玉川徹とかさ、いろいろ競合、正社員から競合出てきてるのに、はいはい、お前もっとさ、この政権はナチスとか言えよお前青木さ、これナチスなんですと、菅はナチスだとか、まあ、ヒトラーだとか言えよ青木みたいな感じなんですけど、はい、なんかひよってますねこいつね。そうですか、手ぬるいですか。手ぬるいですね。聞いてる人たちはわけわかんないでしょうね。そう、もうなんか見てる人がドン引きするような極左コメントしないと、青木さん存在意義はないと思うんですよ。何のためにお前そこ出てんだと、道徳の授業何言ってんか分かんねえよ、はい、青木と。だからダメなんだよ、だからお前派遣のままなんだよみたいな。道徳の話じゃないでしょ。政権が変わったって話でしょ。そうなんだ、すぐにね自分が言いたいことに持っていってしまうんですよね。そう、もうナチスとか戦争の道とかもうね、通過になったら原爆落とすぐらい言わなきゃダメですよ。そう、では城内さんは激励の意味でややかつ。そうですね、はい、はい、ケントさんは僕は勝つ、はい、ケントさんはこれダメだ、呆れ気味に勝つということなんですが、はいはい、一般の方はですね、この二人の発言にこういうあのネット上でリアクションがあったそうです、はい、高齢者は政治に参加してはいけないんだ、また新たな一方的思考を展開する三毛に、若ければ若くても批判する。うん、なるほど、そうですよね、はい、さらにもう一方、卑劣な年齢差別です。それを言うならまずは関口博氏77歳、田中修正氏79歳、大谷英子氏79歳、涌井正幸氏74歳が大活躍するおじいちゃん番組を批判したらという。そうですね、あっぱれ、まず本当ね、あっぱれですわ。足元はね、はい、やっぱりね、これ最高、足元を見るべきなんじゃないかっていうところですね。はいはい、ちなみにあの手元の資料では菅三巡氏70歳、はい、張本勲さんに至っては80歳というね。はい、張本さん80歳ですか、はい、すごいね、もうなんかボツの部門でさえもおじいさんだ。いやでもお元気ですから ね、はい、おじいちゃんおじいちゃんでも後期高齢者の番組ですよこれ、ね、本当ですね。やばいです ね、はい、おじいちゃん内閣というならね、関口さん77歳、80までやる気ですかね、田原さんみたいね。サンデーモーニングもおじいちゃん番組っていうことをね、テレビ局がこれを切れないっていうのはちょっと闇感じますね。こうね、確認された方がよろしいんじゃないですか、ね、まあ、いろいろあると思います。あるんですか、うん、あのだって T
TBS は高視聴率番組はどうしても欲しいのよ。あ、まあ、でもこれ視聴率良くても全然購買につながってないということで最近スポンサーから結構敬遠されてると私は聞いてますけど、厳しい指摘がね、はい、年寄り番組だから年寄りしか見てないかもしれない、ね、はい、全然コンバージョンしないっつって言われてますけどね、うん、はい、まあまあまあ、さあでは続いてですけれども、はい、今度は自民総裁選推しメン変更報道ですので、はいはいはい、こちら9月4日金曜日放送回の、テレビ朝日スーパー J チャンネルの検証報告になります、うん、総裁選を4日後に控えた3人の候補者の動きをそれぞれ紹介したようなんですが、はい、まず石破茂さんから、VTR の概要ですね。理髪店で髪型を整える石破氏に取材班が密着します。番組スタッフ、日本の政治ではどこを整えたいですかというトンチ聞いてますかね、まあ、一応インタビュー、こじつけですね。政府と一緒にやろうという共感、はい、それを整えたいなと思っています。笑顔で答える様子。総裁選でのキャッチフレーズが納得と共感であると紹介、番組スタッフ、ご自身のヘアスタイルには納得されましたか。最後に都市と地方の格差解消などの石破ビジョンを紹介。みんなで話し合おうってビジョンですね。はい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 。続いて、岸田文雄候補、ニックネームがキッシーだと。増税じゃないんですか。おこいつのニックネーム増税だ。嫌なニックネームですね。増税じゃないんですか。いや、そうだと思う、ね、そうだったと思う。ずっとニックネーム増税だと思ってました。そうあ、違ったんだ、すいません、常連さん失礼しました。そんなわけない、ずっと僕は増税が、そんなわけないでしょう。はい、ナレーションキッシーか、ね、はい、岸田さんはキッシーさんだそうです。ナレーションが党本部で開かれた新型コロナウイルス対策の会合に出席したキッシー、地方票を取り込むべく午後は日帰りで福岡を訪れていますというご紹介だったそうです、うん、最後に菅義偉候補、菅氏は公務のため表立っての動きがなかったと伝え、衆議院解散についての菅さんのコメントを紹介されました、うん、さらに野党の合流新党の動きも伝え、衆参合わせて149人の議員が参加表明、代表選挙に枝野幸男氏と泉健太氏が立候補した様子を、紹介し、新しい党名の候補名にも触れて VTR が終了となったということなんですが、うん、はい、それがですねちょっと気になるのが、紹介する時間だったらそうなんですけどね、 VTR の内訳がこういうことになってたそうです。散髪に時間かかったんだね、石破茂さんの VTR 紹介の模様が1分17秒、はい、続いて岸田文雄さんが35秒、だいぶ短い、だいぶ短い、お、菅さんに至っては18秒ですか。岸田さんの半分、もう瞬きしてたら見られない時間ですね、はい、そして野党合流新党の動きが59秒、約1分だったということで、すごいですね、3分9秒のうち、石破さんが1分17秒、野党の石破と野党推しっていうのがもうバレバレですね。はい、はい、あっぱれです、あっぱれですね。まあ一見他愛のない内容の VTR とは言えますが、わかりやすい、はい、っていうか、呆れたっていうか、はははは、これね、あの視聴者の会はね、こういう時間の配分にすごく注目してるわけですね、はい、他の曲は大体わかってるんだけど、うんうん、これ全然公平を考えてない、そうですね、はい、ちなみにスーパー J チャンネル前日3日の放送でも3人の候補それぞれ、石破さん、岸田さん、菅さんの順番で紹介していましたが、はい、石破さんは理髪店ではなく歯医者さんを訪れているようご様子をカメラが密着していたと。どんどん自分を整えてるわけだ。どうでもいいじゃん、それで落ちたんじゃねえの、はい、それで最下位になったんじゃねえのこれ逆に、だってあの、はい、石破さんの口の中見たいと思う、ね、見たくもないもん、ね、見たくもないね、本当に歯ガタガタなんですかね、石破さんね、ケントさん、ジョーネさんともに、今回は逆にあっぱれと、逆にあっぱれ、はい、こちらそういうのと分かりやすいですね、これ客観的に、ね、なりました。まとめていただいた方、はい、ありがとうございます、はい、さあでは続いていきましょうか。今度はですね、NHK も自民党総裁選に赤信号ということなんですが、はい、今度はニュース7ですね、9月13日日曜日の放送回検証報告です、はい、自民党総裁選の投開票を翌日に控え、地方票についての報道がなされました。この日都道府県には地方票が各3票ずつ配分されている。47都道府県のうち28の道府県連で予備選の開票作業が行われました。ニュース7ではその地方票の獲得状況を紹介し、石破氏が26票、菅氏が50票、岸田氏が8票を獲得することになったと報じました。その時ニュース7が使った画像をちょっと再現いたしますと、こうなったそうです。はい、赤、青、黄色、はい、この表の、
あの赤、緑、黄色と、はい、色分けがなされたということなんですが、はいはいはい、この表の具合にですね、一般の方々がこんなツッコミを入れてるそうなんですけどこれ絶対に信号機の色で区分けしただろうとNHK が誰になってほしいか誰になってほしくないか一目瞭然じゃねえかと菅さんが赤信号ということでね、はい、なるほどねうまいこと言うななるほど、はい、赤信号赤は危険ということなんですかね。いやいやいやこれも逆にやっぱりかな俺は、ね、こういうね見え見えなのがいや見え見えじゃないところがすごいんだ見え見えじゃないところや逆にね、そこはかとなく匂わせるところがこういうのはね何ですかあの言わないけれども思わせるような印象を操作する無意識の状、はい、あのサブリミナル効果ですかサブリミナル効果あそれだと思うんだよこれも一種のサブリミナルですかこれがね結構高度な技術ですよこれなるほど逆にあっぱれですわでもこれ一般の方もよく気づきましたね ね, ねよく気づきましたけども、ね、でもそれもよくやったよなあ NHK がまあでもこのね時点でもうダブルスコアなわけじゃないですか菅さんと石破さんと、はいはい、でねその、まあ、NHK だってマスコミの一角でね、はいこの、まあ、安倍総理退任って時には、はい、国民的な人気のある石破総理って言ってたわけでしょ、はいはい、そうでしたね でこのざまじゃないですか、うんね、そのことに対する反省とか一切ないんですね、はい、マスコミはね、はい、説明しない自由なんですかね、彼は報道しない自由、説明しない自由なんですかね、となりますかね、はい、いやとんでもねえなこれ、はい、赤信号ね、はい、さあでは続いて参りましょう、今度は青木だけはちょっと根性ねえな、こちらでございます。はい、ゴッチのコーナーがざわついてる件とありますが、はい、ゴチといえば後藤健二さんですよね。テレビ朝日サンデーステーション9月13日日曜日放送回の検証報告です。長野智子キャスターが続いてはもしもし後藤です。来年に延期された東京五輪について IOC のコーツ調整委員長は新型コロナウイルスの状況に関係なく開催すると話しました。そこで後藤さんがキーマンを直撃しました。すごい、さすがザ・ジャーナリスト、はい、来年の東京五輪開催されるんでしょうかというね、この長野さんの振りを受けて後藤健二さん、そうなんですね、今回は電話というよりは直接話を聞く機会がありましたので東京五輪組織委員会の最高幹部に聞きました。さあ、直接聞かれたそうです。誰、はい、もしもし後藤ですのコーナーで後藤さんの取材の結果どんな形であれ開催する、はい、ということでですね、ほぼ開催するんじゃないかこう見られています。中野さん、そうなんですね。いやそれはこうおっしゃるしかないですよね。IOC のコーツ調整委員長がやるって言ったからやるってやるって言わなかったらこれすっげえ問題ですよ。そうですよね、はい、ねえ、はい、だって東京、ね、オリンピック組織委員会はその下部組織なわけだから、はい、そのね、社長がグループの代表が言ってるんだから、いや俺たちやらないんですけどとか言えるわけないじゃんみたいな。ね、これね、コーチさんがもっと意味のある取材ができる、ね、もうちょっと直撃する必要あったんですか ね, すごいですね。どんな形で開催する、はい、ということですが、はい、どんな形であれ開催する、はい、ということでしたね、はいはいはい、すごい取材力。そうですね、こちらまあ、さすがに今度はちゃんとやってくれるでしょ、ね、6日日曜日放送回の検証報告ですが、はい、長野智子キャスター、続いてはもしもし後藤ですのコーナーです。大型で非常に強い台風10号が今夜にも九州に接近する恐れがあります。避難も含めて様々なコロナ禍での台風課題があります。そこで後藤さんがキーマンを直撃しました。おっしゃー、頑張るこっち。政府の対策はどうなっているんでしょうか。はい、政府高官に電話で聞いてみました。答えはですね、すべてを台風10号対策に集中するという答えでした。ゴッチ、何ですかそれ。ゴッチ、あの今マジャンやってるんだとか言うわけないでしょ。おい、これ勝つだよお前。こう、おかしいね。何と申し上げてよいか。何やってんだゴッチ。何と申し上げるべきですかね。これ放送すること自体も おかしいな。ジョーマンさん勝つ。ケントさんは勝つ。これね、はい、こういうのは普通はね、あのボツにするんですよ。勝つじゃなくてボツ。あのね、あの僕はサンデーモーニング10年出てるんですよ、はい、実を言うと、はい、最初の10年間ね、はい、でその時にね、関口博さんは、はい、その、各コーナーについてはそれ木曜日決めるんです、それで土曜日の夜行って、はい、それ全部見せてもらうんですよ、各コーナー、でそれがダメなものはダメ、はい、ダメだと言って、徹夜させて作り直してもらうんです、それで日曜日の朝早く行って、はいはい、それもう一回見るんです、でそれでも、あのダメなものはボツ、
これなし。でワンコーナー消えてしまったことがあります。そうすると我々があの嬉しかったですよ。喋る時間増える。そうすると喋る時間が増えるからね、はいはいはい、ただコマーシャルの入れ方がおかしくなっちゃうからね。でもねそれボツにすることはありました。そうでしたか。昔の三本にはちゃんと作ってたんですね。で昔ね、あのニュースステーションあのじゃないや、あの久美宏さんがやっていた時にですね、ええ、あの出来不出来はありますけども今日のは、うん、今日のは不出来だってはっきり言ってしまいましたよね。そうでした、うん、これ不出来ですね。なるほどね、うん、カツじゃなくてボツっていう札を用意しなきゃいけませんかね、はい、2回連続ですからね。ガキの使いみたいなインタビューしてきたって。全てを大分重要対策に集中しとって、ね、そりゃそうだよってね。すごいですね。この件に関して一般の方からは、はい、予想通りのリアクションが来ているそうです、はい、ネットがざわついたということで、政府高官は、仕事忙しいんだから、電話はご遠慮ください。おじいちゃん、電話やめてねと。はい、それから、頼むからやめてくれ。最後にごっち電話は取材とは言わんぞ問い合わせだという、はい、以上のリアクションが寄せられているそうでございます。これね、はい、あの私もねもしもしあの常年ですってのやろうかと思ってて、はい、でこれやってくれたのかな、あの東京都のね、ほら解散総選挙あるかないかということでね、キーマン直撃しようと思ってるんですよ、はい、でね東京都の選挙管理委員会に電話して、はい、あの解散総選挙ありますかっていうのをね、はい、聞いてみようかなと思ってて、あ、はい、今日動画でやろうかな、もしもし常年です。じゃあそこはニュースの虎川で、ニュースの虎川でやるかもしれません、ね、ぜひ後で見てください、はい、まあもう後藤さん当たり前でしょというね、はい、ニュースが最後となりました、さあではケントさん、今回、NHK TBS テレビ朝日になりますが、どれにお給を、はい、今日はですね、あのあんまりにも高度な技術を利用したということで、はい、NHK にあげたいと NHK、はい、NHK どれでしたっけ、これか、NHK に、はい、NHK これですね、あ、それではどうぞ、これですね、これですね、はい、はい、ここですね、お給を据えましょう、はい、ああ落ちた、乗らない、じゃあこちら、これか、はい、はい、ついでもったいないから2つ据えちゃいましょうか、はい、2000年給、今回は NHK にお給が据えられました、ありがとうございました。ということで、いやすごかったですね今回、はい、さあ BTO は視聴者の会のレポートをベースに問題を取り上げております。皆様も視聴者の会の会員になられますとレポートを閲覧することができ、記者会見にもご参加いただけます。理事の皆さんの声を、ね、生で聞くこともできますので、会員は無料会員と有料会員の2種類の登録方法がございます。詳しくは放送法遵守を求める視聴者の会のホームページ詳細ご覧ください。